宇治高等学校は1994年9月1日に学校法人立命館と法人合併するまで存在した高等学校。京都府宇治市戸道おに下り31番地に設置されていた。略称は宇治校。現在は立命館宇治高等学校となっている。現在当たりコーチは立命館宇治高校移転により野球部専用グラウンドとなっている。 1994年度第1学年の設置クラス数である。普通コースの1年生は共通カリキュラムとなり、2年生よりそれぞれ希望する分野選択を行う。なお、普通コースに所属する94年度生のみ、2年生、新球時に希望する成績優秀者は分離コースへ移行できる制度があった。いずれも同一日程、2日目、面接、同一問題。 同一配点となっている。分離コースは1994年に新設されたが、同年に立命館宇治高校となったため、一度のみの募集となった。合併により、宇治高校で入学した生徒と立命館宇治高校で入学した生徒が2年間混在した形となった。これにより、一期生を合併した94年度から、卒業した生徒からとする、 あるいは合併後の95年度から入学した生徒からとするのかは意見が分かれている。OB 会である法会機関誌では同窓会実施報告に関するページにおいて95年度以前と以後の生徒ではその数字が異なっている。94年度生の内部進学試験の結果、経済学部を除いて15名が合格し、内部進学している。合格基準は、 昼間修学部の進学希望者は、高校3年間の表情平均値が4.0以上、夜間修学部同3.5以上の出願基準を満たし、かつ学科試験の結果による、専門学校、企業は除く。ありがとうございます。